中山秀幸の有楽町で会いましょう。40代千葉のゆきさんからいただきました。ゆきさん、はい、いつも素敵な笑顔ですが、ストレスはどのように解消されていますか。ああ、ストレス解消、好きなラーメンも食べないでどうやってるんですか。本当ですよね、それがストレスになってるんですけどね。ストレスの解消は、お家にいないんです。もう外でお願いしますからじっとしててくださいって言われるんです、スタッフにも。結構あっちこっち行っちゃう。行きます、うん、もう過密なこうスケジュールの中で、やっといただいたお休みなんですから、純子さんいいですか、明日はゆっくり休んでてください。そうです、そういうことも大事ですからね、だけどゴルフに行ったりとか、ドライブに行ったり買い物に行ったりとか、ほんとじっとしてない。詰め込んじゃうんですね。詰め込んじゃいます、きっちりと夜のご飯まで約束して約束しちゃって、うわ、もうじゃあ休みもパンパンなスケジュールになってるんですね。結構いっぱいです。うわ、はい、でもそれがストレス解消に。そうなんです、うん、みんなとこう騒いだりとか、自然の中で遊んだりとかっていうのが、私の中のストレス解消ですね、あ、だからいいことですよね、そうですね、何もしないでお家にいるからストレスがたまるんです、あ、なるほど。でもそれだけアクティブなんですね、結構出ますね、いろんなところに、はい、でスポーツは好きなんですね。好きです、ねえー、なるほど。さあ今週の統一テーマいきましょうか。じゃあ、はい、秋になると私、夏も終わりました、秋になりますと何か変わりますか。やっぱりね、僕秋生まれ、10月1日生まれなんですけど、はい、やっぱり食欲の秋が一番、ね、なるほど。特に松茸好きですか。はい、松原健史略して松茸って、もうこれ松茸温泉ってファンクラブもあるんですけ ど、 なるほど、それもあるんですけども、まあ、温泉も松茸も好きで、ただなかなか僕ら食べる機会に巡り合わず、いいお値段ですよやっぱり今年も、ね、そうなんですよ、もう早いとこ出てますけれども、高いですね、本当にね、築地行ってもたくさんねあるんですけども、ね、なかなかお高いんでね、でもやっぱりいいですよね、あのね、松茸の香りがいいですね、ちょっと贅沢な香りですよね、なんでしょうね、贅沢だから余計になんか美味しいような感じもしますし ね、ありがたいものでありがたいですからね、そんな秋ですか。はい、なるほど。まあ、しかしでも8月はすごかったですね、キャンペーンがいろんなステージに立ったんですって、はい、いろいろ行きました。もうまず、三陸大船渡の夏祭りで船の上で歌わせてもらったりとか、船の上で歌ったの、はい、あと大日本プロレスのイベントとコラボしまして、大日本プロレス、はい、リングの上で歌わせてもらったりとか、リングの上で歌ったの、はい、え、試合の間に。そうですね、はい、試合の間のショータイムみたいな感じで、ビューティーペアみたいになってるけど、そうですね、歌わせてもらったりとかもしましたね、どうでした。え、プロレスなんか普段見ることあるんですか。いや、やっぱその時初めて生で見て、屈強な男たちがいるわけでしょ。すごかったです、すごいでしょ、筋肉も、傷だらけで、傷だらけで、はい、デスマッチの後が、その後ちょっと一人して歌うわけ、はい、なかなかすごいステージだね、それもね、本当になかなかない経験をさせてもらいました、ね、